ソウスケ。久しぶりだな、ソウスケ。ああ、5年ぶりか。つか、何おかしな時期に転校してきてんだよ。お前が言うな。小6の冬ってありえねえ時期に転校してったのはリンだろ。俺さ、岩飛びに行くことに決めた。一緒にリレーやりたいやつ見つけたんだ。そういや、そうだったな。で、お前はなんでサメ塚に？確か東京の水泳強豪校に行ってたはずだよな。まあ、いろいろあってな。なんだよ、はっきり言えよ、お前らしくね。高校水泳最後の1年、地元で好きに泳ごうと思っただけだ。卒業後の行き先決まったからな。待てよ、まさかお前水泳やめる気じゃ。スカウトが来た。は？てめえ、この野郎すげえじゃねえか。やめろってリン。改めてよろしくな、ソウスケ。お、よろしく頼む。出てやってもいいぜ。いいのか。ああ、ただし種目はフリーがいい。いいけどよ、お前専門はバッタだろ。フリーを泳ぎたい気分なんだよ。ソウスケ。お疲れ。いい泳ぎだったぜ。今日はサンキューな。おすみません。リン、お前ベッド下派だったよな。そういや、お前も下派だったな。じゃんけん。お、岩飛び祭。ああ、ゴーのやつが送ってきた。今日じゃねえか。行かないのか。そんな暇ねえよ。たまには会いに行ってやれよ。お前が釣れないって寂しがってたぜ。ん？ゴーさんがどうかしましたか？毎日よくやるな、お前も。うるせえ。チームが違ってもあいつは仲間なんだ。それにあいつの本気を見てたら、俺も本気で泳がせてやりたくなった。仲間のためか。まあそれも今日で終わりだ。コツもつかめたみてえだし、もう大丈夫だ。本当よく頑張ったよ、あいつ。よかったな、リン。喉カラカラ。どれにする？せーの、これ。じゃんけんほい、あいこで。おめえ、バッタだったら絶対負けねえ。ん？なら今度はバッタで勝負すっか。次はジョー。負けた方が勝った方の言うこと何でも一つ聞くってのはどうだ。面白い、いいぜ。よし、約束だからな。じゃあプールまで競争だ。おい、あいつのタイムじゃリレーは無理だろう。勝負になんねえ。ああ、確かに今のままじゃな。相変わらずコーラか。変わんねえな。俺も久しぶりに飲んでみっかな。あ勝負するか。ああ、じゃんけん、あいこで。久々に飲むとうまいな。そういや、あの時も俺が負けたんだった。あの約束覚えてるか。負けた方が勝った方の言うこと何でも一つ聞く。恨みっこはなしだぜ。分かってるって。あの秒針がてっぺんに来たらスタートな。行くぜ。くそー、パンでミスさえしなけりゃ俺の勝ちだな。約束だ。
何でも言うこと聞いてやる。言えよ。おいおい泣くなよ。泣いてねえよ。早く言え。そうだな。まゆっくり考えとくよ。そういやそんな約束もしてたっけな。けど結局そのままお前はオーストラリアに行っちまったからな。どうする、あの約束。忘れてた。まだ考えてねえよ。おいおい、次に会った時の楽しみにとっとくよ。じゃあな。お約束か。せっかくこうして再会できたんだ。記念に何でも聞いてやるよ。そうだな。じゃあベッドを下の段にしてくれ。それはもうこの間勝負で決まっただろ。つうか5年越しの約束がそれかよ。じゃあコーラ半分くれ。真面目に考える気あるか。まあもう少しゆっくり考えさせろ。それよりリン、なんでこの5年間連絡よこさなかった。オーストラリアで何かあったのか。手紙も途中で来なくなった。きっと壁にでもぶち当たってんだろうなって思った。だから俺はあえて何も聞かなかったけど、今はちゃんと知りてえ。別に大したことじゃねえよ。お前の思ってた通りだ。留学して壁にぶつかって転んで立ち上がれなかった。それだけだ。いっそ水泳なんてやめてやろうかと思ったけど、救われたんだ。春たちに、仲間たちに。また仲間か。ああ、あいつらと一緒に泳いだら見たことのない景色見せられて、また泳ぎたいってそう思ったんだ。だから今度は俺を救ってくれた仲間のために、そして俺自身の夢のために。そうだった、お前はロマンチストな水泳バカだった。うるせえ。無理に付き合わなくていいんだぜ。たまには俺も走らないとな。体がなまっちまう。ならいいけどよ。あいつは愛のやつ、本当にリレー出ちまうかもしんねえぜ。なあリン、お前は自分の夢とリレーどっちが大事なんだ。あ、どっちも大事に決まってんだろ。世界の舞台に立つって夢があるなら、仲間とかリレーとか言ってる場合じゃねえ。自分のためだけに時間を使え。1分1秒惜しんで練習しろ。仲良しごっこをしてる時間なんてねえだろ。それは仲間あっての俺なんだ。もちろん夢は大切だけど、仲間と泳ぐことが俺にとっての力の源なんだ。だからたとえ甘いって言われようが、俺はその両方を手に入れてみせる。最高のチームで泳いでそれを実現してみせる。だったら俺もその仲間に入れろよ。え、仲間って。俺もリレーがしたい。ソウスケ、けどお前リレーは。なんだてめえ、今なっつった。ちょっとやめなさい。親父のこと悪く言うな。そんなつもりで言ったんじゃない。悪かった。なんだよ今日の泳ぎ。なんとか言えよ。やっぱり俺は水泳は個人競技だと思ってる。水に飛び込めば一人だ。仲間意識で早く泳げるわけでもない。そんなことねえ。リレーはチームだろ。なんでわかんねえんだよ。考え方が違うんだ。俺とお前はチームにならない方がいい。俺は俺のために泳ぐ。俺だけのために、俺自身の責任で泳ぎたい。確かにあの時はそれが俺の全てだったけど、今は違う。お前とリレーを泳げば何か分かる気がするんだ。なんだか俺自身にも分かんねえけど、俺は見つけたい、その何かを。
それだけじゃダメか。言うこと何でも聞くって約束だろ。リン、いくら約束でもダメだ。そいつは俺が決めることじゃねえ。決めるのはタイムだ。だよな。けど、お前のその熱いハートだけは受け取ったぜ。サメ塚のフリーとバットの記録は俺が持ってる。本気でリレーに出たけりゃ、実力でメンバーの座を勝ち取ってみせろ。つまりお前に勝てばメドレーでバッタを泳げるってことか。だったら勝負しようぜ。あの頃みたいに。いいぜ、その勝負受けてやるよ。さあ！やっとお前の本気見せてくれたな。ハートだけじゃねえ、お前の実力は本物だ。おかげで俺も決心がついたぜ。ありがとな、サスケ。